クローフォード遠征はアメリカ独立戦争中の1782年この戦争の最後期のものとして西部戦線で展開された作戦行動であるこの遠征は戦中にアメリカ側軍隊と敵対するインディアン及びイギリス軍の双方が観光した敵の集落に対する一連の襲撃の一つだったウィリアム・クローフォード大佐が率いたこの作戦は オハイオ領土のサンダスキー川沿いにある敵側インディアンの集落を破壊し、アメリカ人開拓者に対するインディアンの攻撃を終わらせようとしたものだった。クローフォードは大半がペンシルベニア出身の志願民兵約500名を率いインディアンの領土を深く侵攻し、インディアンを吸収する意図があった。デトロイトを本拠にしていたイギリス軍とその同盟インディアンは、 アメリカ側の動きを察知し、対抗する勢力を集めた。サンダスキーの街近くで1日の戦闘が行われても、決着がつかなかった後、アメリカ軍は、事態が取り囲まれているのがわかり、撤退を始めた。その撤退は、階層に変わったが、兵士の大半はペンシルベニアまで、なんとか戻ることができた。 約70名のアメリカ兵が殺され、イギリス軍とインディアンの損失は少なかった。この退却中、クローフォード大佐とその部下の兵士不得多数が捕まった。インディアンは、グナーデンヒュッテンの虐殺に対する報復として、これら捕虜の多くを処刑した。グナーデンヒュッテンの虐殺とはその年早くに起こっていた事件であり、ペンシルベニア民兵によって罪もないインディアン約100人が、 殺されたものだった。クローフォードの処刑は特に残酷なものとなった。少なくとも2時間は拷問された後、火破りに処された。その処刑はアメリカ合衆国の中で広く報道され、すでに歪みが来ていたインディアンとヨーロッパ系、アメリカ人の関係をさらに悪化させた。1775年にアメリカ独立戦争が始まると、オハイオ川が、 アメリカ植民地とオハイオ領土のインディアンとの不安定な境界になった。オハイオのインディアン、すなわち小人位族、民ゴ族、デラウェア族及び、ワイアンドット族は、この戦争にどう対応するかで態度が分かれた。インディアン指導者の中には中立を進める者がおれば、アメリカ植民地の拡張を止める機会として、また、植民地のために失っていた土地を取り戻す機会として、 捕らえて戦争に参入する者もいた1777年にデトロイトにいたイギリスの役人がインディアン戦士を徴兵して武装させフロンティアにあるアメリカ人開拓地を襲わせた後に境界部の戦争が拡大した現在のケンタッキー州、ウェストバージニア州及びペンシルベニア州に行われたこれら襲撃によって 不特定多数のアメリカ人開拓者が殺された。1777年11月、怒りが募っていたアメリカ人民兵隊が、小児族の中立を主導していた指導者のコーンズトークを殺害した後、その緊張関係が高まった。オハイオのインディアンは、その暴力沙汰にもかかわらず、戦争の局外に止まることを期待していたが、その領土が、 デトロイトのイギリス軍とオハイオ側に沿ったアメリカ開拓地のまさに中間にあったので中立は難しかった。1778年2月、アメリカ側はオハイオ領土のイギリス軍の動きを無効化するために最初の遠征隊を送った。エドワード・ハンド将軍はピットトリから500名のペンシルベニア民兵を率い、イギリス軍がインディアンの襲撃隊に配分する。 軍需物資を保管していたカユホガ川方面に向けて、当時は、稀だった陶器の行軍を行った。しかし、悪天候のために、この遠征隊は標的までたどり着けなかった。その行軍の帰路、ハンドの部下のいくらかが歯向かっていない、デラウェア族インディアンの集落を襲い、男性一人と数人の婦女子を殺害した。この中には、デラウェア族の酋長キャプテンパイプの園籍が、 含まれていた。非戦闘員だけを殺したので、この遠征隊は、めめしい攻撃隊と嘲笑されるようになった。キャプテンパイプはその家族が攻撃されたにもかかわらず、報復を求めないと語った。その代わりに1778年9月には、デラウェア族とアメリカ合衆国の間に結ばれたピット、トリデ条約の提唱者の一人になった。アメリカ側は、 デラウェア族とのこの合意により、アメリカ兵がデラウェア族の領土を通り過ぎて、デトロイトを攻撃できると期待したが、先の条約の交渉を相手であったデラウェア族の州長ホワイトアイズが死んだ後に、その同盟は破綻をきたした。キャプテンパイプが突然、アメリカ植民地人との同盟を捨て、その追随者を西のサンダースキー側に移動させ、そこで、 デトロイトのイギリス軍からの支援を受け始めた。その後の数年間、アメリカ側とインディアンは、開拓地を標的として、互いに襲撃を繰り返した。1780年、何百人ものケンタッキー入植者が、イギリス・インディアン連合による、ケンタッキー遠征で殺され、捕虜にされた。1780年8月、 これに反応したジョージ・ロジャース・クラーク率いる遠征隊がマッド川沿いの二つの小児族集落を破壊したが戦況を変えるまでには至らなかった。その後クラークはデトロイト遠征のための兵士を募集したがオハイオ川沿いで100名の志願兵分検体がインディアンに吸収されて壊滅しその作戦を中止せざるを得なくなった。この時点までにデラウェア族の大半は イギリス側に着いたので、アメリカ軍のダニエル・ブロードヘッド大佐が1781年4月に、オハイオ領土への遠征隊を率いデラウェア族の町である古食トンを破壊した。デラウェア族の大半は、サンダスキー川の交戦的な町に逃げた。サンダスキー川沿いにある交戦的集落と、アメリカ植民地軍のピットトリデの間には、いくつかのキリスト教とデラウェア族の村があった。 これらの村はモラビア派選教師、デイビッド・ザイスバーガーとジョン・ヘッケウェルダーによって収められていた。選教師たちは非戦闘員ではあったが、アメリカ植民地側の考え方に好意的であり、敵対するイギリス軍やインディアンの行動に関する情報をピットトリでの指導部に教えていた。この情報漏えいを阻止するために、1781年9月、 サンダスキーの敵対的ワイアンドット族やデラウェア族がキリスト教とデラウェア族と宣教した地を強制的にサンダスキー側の新しい村に移住させた。1782年3月、デイビッド・ウィリアムソン中佐指揮下の160名のペンシルベニア民兵がオハイオ地方に入り、ペンシルベニア開拓者たちを襲い続けているインディアンの戦士を見つけようとした。インディアンによる 白人女性やその赤ん坊の陰酸な殺戮に怒りを覚えていたウィリアムソンの部隊はグナーデンヒュッテンの村で約100人のキリスト教徒デラウェア族を拘束した。そのキリスト教徒デラウェア族は捕虜収容所からグナーデンヒュッテンに戻り残していた穀物の収穫を行おうとしていた。ペンシルベニア民兵はキリスト教徒デラウェア族が 開拓者たちを襲い続けているインディアンを助けていたとして、ほとんど浮女子ばかり100名をハンマーで頭を割って殺してしまった。このグナーデンヒュッテンの虐殺と呼ばれるようになった事件は、その後にアメリカ軍がオハイオ地方に遠征を行った時に重大な余波を生むことになった。大陸軍の作戦行動には資源が欠けていたので、ウィリアム・アービン将軍は、 サンダスキー遠征に志願兵を進発させることに貢献した1781年9月、ウィリアム・アービン将軍が、ピットトリデを本部とする、大陸軍西部方面軍の指揮官に指名された。チャールズ・コーン・オリス将軍の指揮下にあったイギリス軍、主力は1781年10月に、ヨークタウンで降伏しており、事実上東部での戦争は終わり、西部での闘争が続いていた。 アービンはフロンティアに住むアメリカ人がデトロイトに向けて軍隊を進発させ、それまで続いていたインディアン戦士隊に対するイギリス軍の支援を終わらせることを望んでいるのをすぐに理解した。アービンは事情の調査を行い、1781年12月2日に大陸軍総司令官ジョージ・ワシントンに宛てて次のような手紙を書いた。 インディアンが国を荒らしていることから守るための唯一の方法は彼らを訪問することだと私は信じる。しかし、これまでの経験から彼らがいない街を焼いても、望んでいた効果が得られないことが分かってきた。彼らはすぐに別の街を作ってしまう。彼らを追跡して叩き潰すか、彼らが支援を受けているイギリス軍を完全に領内から駆逐するしかない。デトロイトを破壊すれば、 少なくともこの国に一時的な平安が訪れる方向に向かうものと信じる。ワシントンはアービンの言う西部での戦争を終わらせるためにデトロイトを占領するか破壊するしかないという判断に同意した。1782年2月、アービンはワシントンに攻撃計画の詳細を送った。アービンは 2000名の兵士、5門の大砲及び、市長隊があれば、デトロイトを占領できると計算した。ワシントンは、財政が破綻した、大陸会議ではこの作戦の費用を負担できないと、回答し、現時点で小規模の構成作戦でなければ、実現できないと記した。大陸会議や大陸軍からの資源が得られないままに、アービンは、志願兵たちにその構成作戦を組み立てる許可を、 与えた。デトロイトはあまりに遠く、小規模作戦では立ち向かえなかったが、デイビッド・ウィリアムソンのような民兵は、サンダスキー川沿いのインディアン集落ならば遠征が可能だと考えた。その遠征は少ない予算のものになった。志願兵は、それぞれが、馬、ライフル銃、弾薬、食料などの装備を自ら整える必要があった。 給与は2ヶ月間の任務についてのみ支払われ、他にインディアンから略奪できるものが報酬となるはずだった。1782年5月12日にペンシルベニア西部でバプテストの牧師が襲われ、その妻と子供たちが殺されて頭皮を剥がれるという事件があり、インディアンの襲撃が続いていたので、志願兵に不足することはなかった。ワシントンが消極的だったので、 アービンは自ら遠征隊を率いていく権限を与えられていないと考えた。しかし、作戦立案にはその影響力を行使した。志願兵の指揮官に選ばれるはずの者のに次のような詳細な指示を記した。あなたの任務の目標は、サンダスキーのインディアンの集落と開拓地を一県で破壊することであり。 そのことでこの国の住人に安心感と安全を与えることが期待されている。しかし、もし実行できるならば、あなたの権限でこの大きな目的に応えられるような別の行動を行うことについては疑いもなく許される。ウィリアム・クローフォード大佐、この絵では35歳、ジョージ・ワシントンと長い友人であり、インディアンと戦うことではベテランだった。引退していたが、 サンダスキー遠征を率いるために借り出された1782年5月20日、オハイオ川のインディアン領土側にあるミンゴボトムの集合地点に志願兵たちが集まり始めた。彼らは大半がアイルランド系とスコットランドアイルランド系の若者であり、主にペンシルベニアのワシントン軍とウェストモアランド軍の出身だった。多くの者は大陸軍の古参兵だった。 この遠征隊に参加した兵士の正確な人数は不明である。ある士官が5月24日にアービンに当てて送った書類では480名の志願兵がいると記されていたが、その後他にも参加した者がおり、総勢は500名以上になった。この部隊に与えられた任務は気の進まない性格のものだったので、志願兵の多くは出発前に遺言状を作成した。 この遠征は、志願により、正規軍の作戦行動ではなかったので、兵士たちがその士官を選出した。司令官となる候補者は、グナーデンヒュッテン遠征を指揮した、民兵大佐のデイビッド・ウィリアムソンと、一度は退役した、大陸軍大佐のウィリアム・クローフォードだった。クローフォードは、ワシントンの友人で、土地管理人であり、経験を積んだ軍人であり、フロンティアの経験があった。 この種の作戦でもベテランであり、1774年のダンモアの戦争の時は、民ゴ族集落2つを破壊していた。また失敗した、メメしい攻撃隊にも参加していた。50歳のクロンフォードは志願することを躊躇したが、アービン将軍の要請に応じることにした。ウィリアムソンは、民兵の間で人気があったが、グナーデンヒュッテンの虐殺を許したために、 アービンのような正規軍士官の覚えが悪かった。アービンは以前の遠征の失敗を避けるために指揮官としてクローフォードが選ばれるのを好むと明らかにした。激戦となった選挙は僅差となった。クローフォードが235票、ウィリアムソンが230票だった。クローフォード大佐が指揮官となり、ウィリアムソンは少佐の資格で副指揮官となった。 その他少佐となったのは、ジョン・マクレランド、トマス・カッディス、およびジェームズ・ブレントンとジョセフ・ブリントンのどちらかだった。クローフォードの要請により、アービンは、大陸軍士官である、ジョン・ナイト博士を軍医として、遠征に同行させることを認めた。その他アービンの参謀から志願した者として、自身を、ジョン・ローズと呼ぶ、貴族的な物腰の外国人がいた。ローズは、 クローフォードの副官になることを求めた。アービン将軍も数年後まで知らなかったことだが、このローズは、ロシア帝国のバルトドイツ人貴族、グスターブ・ローゼンタール男爵であり、決闘で人を殺した後に、アメリカに逃亡してきていた。ローゼンタールは、アメリカ独立戦争でアメリカ側のために戦った、ことがわかっている、唯一のロシア人である。 クローフォード遠征の経路クローフォードの主眼兵隊は1782年5月25日に30日分の食料を持ってミンゴボトムを出発した。アービン将軍はこの作戦を立てるときにサンダスキー側まで175マイルを7日間で行けると見積もっていた。この作戦は勢いようと始められた。主眼兵の中には ワイアンドット族すべてを消滅するつもりだと豪語する者もいた。あまり訓練されていない素人兵士としての民兵によくあったように軍事的な規律を維持することが難しかった。兵士たちはその食料を浪費し命令に反して野生動物に向かってマスケット銃を放つことも多かった。朝にキャンプを引き払うのも鈍く警備の順番を忘れることもしばしばだった。 クローフォードも予想されたほど有能な指揮官ではないことが分かった。ローズは作戦会議でクローフォードが尻滅裂な話し方をし物事を混乱したまま提案し他のものを自分の意見に説得することができないと記していた。この遠征は指揮官たちが次に何をするか議論するためにしばしば停止した。志願兵の中には気力を失い脱走する者が 出てきた。オハイオ地方を横切る旅は、ほとんどが森を抜けていくものだった。志願兵たちは、当初四列渋滞で行軍していたが、深い下矢部のために二列しか組めなくなった。6月3日、クローフォードの兵士たちは、サンダスキー平原の明けた土地に出てきた。そこは、サンダスキー川下流のプレーリー地帯だった。翌日、 敵を見つけると期待していた、ワイアンドット族集落である、アッパーサンダースキーに到着した。しかし、そこは、放棄されていることが分かった。クローフォード隊は知らなかったが、ワイアンドット族はその集落を8マイル北に、移していた。新しいアッパーサンダースキーの集落は、ハーフキングスタウンとも呼ばれ、現在のオハイオ州、アッパーサンダースキーに近く。 キャプテンパイプの集落にも近かった。クローフォード隊はキャプテンパイプの集落が近くにあることを気づいていなかった。クローフォード隊の主幹たちは作戦会議を開いた。ある者は集落が放棄されていることはインディアンが遠征隊の存在を知っているのであり、どこか他でその戦力を集中させていると主張した。またある者は遠征を中止し即座にキロに着きたいと言った。 ウィリアムソンは50名を率いて放棄された集落を燃やす許可を求めたが、クローフォードは部隊を分割したくなかったので、これを退けた。この作戦会議では、その日の残りも行軍を続けるが、それ以上はいかないことに決められた。部隊が昼食を取るために停止した時、ジョン・ローズが石膏隊を率いて、北に派遣された。間もなく二人の兵士が戻り、 クローフォード隊に向かって進軍してきていたインディアンの大部隊と石膏隊がコゼリアを演じていると報告した。アービン将軍は遠征の計画を立てるときにクローフォードに成功する最善の機会は可能ならばサンダースキーに対して吸収をかけることだと忠告していた。しかしイギリス軍とインディアはクローフォード隊がミンゴボトムを出発する前から この遠征隊について知っていた。捕虜にしたアメリカ兵からの情報によって、4月8日に、悪名高いイギリスのエージェント、サイモン・ガーティがクローフォード隊の計画を正確に、デトロイトに報告させていた。デトロイトのイギリスインディアン部の役人はそれに従って、行動の準備をした。デトロイトの指揮をしていたのは、アレント・スカイラード・ペースター少佐であり、 イギリス領北アメリカ総督のフレデリック・ハルディマンドの部下だった。ドペースターはインディアンと密接な関係を維持していたガーティアレクサンダー・マッキー及びマシュエリオットのようなエージェントを使ってオハイオ地方におけるイギリス軍とインディアンの軍事行動を調整していた。5月15日にデトロイトで開催された作戦会議で ヨペンスターとマッキーは集まったインディアン指導者たちにサンダスキー遠征隊のことを告げ彼らに大舞台を作って彼らを撃退する準備をするよう忠告した。マッキーはグレートマイアミ川バレーの小児遺族集落に派遣されアメリカ侵略軍を撃退するための戦士を募集することになった。ウィリアム・コールドウェル大尉がバトラーズ・レンジャーズの騎馬中隊ともにサンダスキーに 派遣され、また、デトロイト地域の多くのインディアンが、マシューエリオットに引きられて出発した。インディアンの石膏が当初から偵察を続けていた。クローフォード隊が、オハイオ地方に入るや、稲や、警告が、サンダスキーに送られた。クローフォード隊が接近してくると、ワイアンドット族とデラウェア族集落の浮上子は、 近くの谷に隠され、イギリス人毛川公益業者はその商品をまとめて、町から大急ぎで出て行った。6月4日、キャプテンパイプが指導するデラウェア族と、福王ダンカットが指導するワイアンドット族は、民ゴ族のいくらかのものともに、アメリカ軍に対抗する部隊を結成した。その勢力は200ないし500名と推計されている。 イギリス軍の援軍が近くにいたが、南からの小人遺族は翌日まで到着できないことが予測された。クローフォード隊の石膏隊が現れた時、パイプのデラウェア族が彼らを追撃したが、ワイアンドット族は一時的に後退した。バトルアイランドでの戦いの様子、フランク・ハルベドルが1880年頃、 クローフォード遠征隊の最初の小競り合いは1782年6月4日午後2時に始まった。ジョン・ローズが率いる石膏隊がサンダスキー平原でキャプテンパイプのデラウェア族と遭遇し戦いながら交代して物資を保管していた小立ちの矢部に退いた。この石膏隊は圧倒される可能性があったが間もなくクローフォードの主力の援護を受けた。 クローフォードは兵士たちに馬を降りて、インディアンを森の中から追い出すように命じた。激しい戦いが続いた後、クローフォード隊は小立ちを占有することができた。そこは後にバトルアイランドと呼ばれた。この小競り合いは午後4時までに総力戦になった。クローフォード隊がキャプテンパイプのデラウェア族を森から平原に追い出した後、デラウェア族には、 ダンカットのワイアンドット族の援軍が加わった。エリオットも戦場に到着し、デラウェア族とワイアンドット族の協調を取らせた。キャプテンパイプのデラウェア族がうまく、クローフォード隊の側面を突きさらに後方から攻撃した。数人のインディアンは、プレーリーの高い草に隠れて、クローフォード隊の前線に接近した。これに反応したアメリカ兵は木に登って、 彼らを狙撃できるようにした。荘園が辺りに立ち込め視野が悪くなった。絶え間ない戦闘が3時間半続いた後、夜が近づいたので、インディアンは次第に攻撃を控えるようになっていった。両軍ともに武器を抱えたまま眠り、野手をかけられないよう陣地の周りに赤々と火を焚いた。初日の戦闘で、クローフォード隊は5名が戦死し、19名が負傷していた。 イギリス軍とインディアンは5名が戦死、11名が負傷だった。クローフォード隊の士官兵は、インディアンの死体数体の頭皮を剥ぎ、一方インディアンは、アメリカ兵の死体から衣服を剥ぎ、少なくとも1名の頭皮を剥いだ。この夜に、ペンシルベニア兵15名が脱走し、故郷にたどり着いて、クローフォード隊は、粉々に砕けたと報告した。 サンダスキー地域の重要な拠点と出来事を示す図、交戦は6月5日早朝に再開された。インディアンは接近していなかったが、200ないし300ヤードの距離に止まっていた。このような長射程では、格好マスケット銃を使う両軍には、弾の無駄な浪費になった。クローフォード隊はインディアンが前日に大きな損失をこむったので、後方に下っていると考えた。 実際には、インディアンは、時間稼ぎをしており、援軍が到着するのを待っていた。クローフォードはその子たちの陣地を保持し、夜間に、インディアンに吸収をかけることに決めた。この時点では、成功を確信していたが、兵士たちは、弾薬や水が枯渇しかけていた。イギリス軍のエージェントかつ通訳のサイモンガーティが、白旗を持って、馬で乗りかけ、 クローフォード隊に降伏を要求したが、即座に拒否された。その日の午後、クローフォード隊は約100名のイギリス軍レンジャー隊がインディアンと共に戦っていることにやっと気づいた。彼らは最初から監視されていたことに気づいていなかったので、このような短期間にデトロイトのイギリス軍が戦闘に参加できていることに驚かされた。 クローフォード隊がこのことを議論している間に、アレクサンダー・マッキーが、ブラックスネークの指揮する小児族約140名を連れて到着し、クローフォード隊の南側に陣取ったので、実質的にクローフォード隊を取り巻く形になった。小児族は繰り返し空中に向けて、マスケット銃を放った。これは、ヒュード・ジョアと呼ばれる力を示す儀式であり、 クローフォード隊の士気を震撼させた。ローズは、この、ヒュード・ジョアで、我々の仕事は終わったと回想している。クローフォード隊はその周りを囲んだ敵が大勢なので、対抗を続けるよりも暗くなってからの撤退を選んだ。死者は埋葬され、それが見つかって冒涜されることを避けるために、墓の上に火が燃やされた。撤退の準備のために、重傷者は担架に乗せられた。 その夜、クローフォード隊は密かに戦場からの撤退を始めた。インディアンの石膏がその動きを察知して攻撃し、混乱を生んだ。志願兵の多くが暗闇に紛れていなくなり、小集団に分かれた。クローフォードは、息子のジョン、義理の息子のウィリアム・ハリーソン、及び、おいで同じ名前のウィリアム・クローフォードといった一族の、ことが心配になり始めた。 ナイト博士と共に戦場近くに残って、兵士たちが通り過ぎるのを見ながらその一族を探したが、見つからなかった。クローフォードは、民兵が彼の命令に反して負傷者を置き去りにしていったことに起こった。すべての兵士が立ち去った後、クローフォードとナイトは、他の二人の者と共に最後に出発したが、結局主力部隊を見つけることができなかった。 6月6日の朝日が昇った時、約300名のアメリカ兵が放棄された、ワイアンドット族集落に到着した。クローフォード大佐の行方がわからなかったので、ウィリアムソンが指揮を取った。退却するアメリカ兵にとって幸運だったのは、イギリス軍とインディアンの葬式を取っていたコールドウェルが、両足を負傷したのでその追撃が組織だっていなかった、ことだった。退却が続く中で、 サンダスキー平原の東端、オレンタンジー側の支流近くで、インディアン部隊がついにアメリカ軍主力に追いついた。攻撃が始まった時に、アメリカ兵の中には逃げ出す者もおれば、混乱の中で動き回る者もいた。しかし、ウィリアムソンは、志願兵の小部隊と共に立ちはだかり、1時間の戦闘の後にインディアン部隊を追い返した。 この、オレンタンジーの戦いで3名が戦死し、8名が負傷した。インディアンの損失については不明である。アメリカ軍は死者を埋葬し、撤退を再開した。インディアンとイギリス軍レンジャー部隊がこれを追跡し、長射程から時ま発砲した。ウィリアムソンとローズは、秩序ある撤退が生きて故郷に変えられる、唯一の方法だと、兵士たちに警告し、 部隊の大半をまとめ続けた。その日のアメリカ兵は、あるものは、徒歩で30マイル以上落ち延びて、宿泳した。翌日、アメリカ軍の落語者2名が、インディアンに捕まり、おそらくその場で殺されたと見られており、その後インディアンとレンジャー部隊は、追跡を止めた。アメリカ軍主力は6月13日に、ミンゴボトムに到着した。その後数日間に、多くの落語兵が、 335号到着した。結局70名のアメリカ兵が遠征から戻らなかった。ウィリアムソンとローズがその主力と共に撤退している間、クローフォード、ナイト及び他に4名の落語者は現在のオハイオ州、クローフォード軍のサンダースキー川に沿って南に下っていた。6月7日、彼らは戦場から約28マイル東で、 デラウェア族の一体に出くわした。ナイトがその銃を向けたが、クローフォードが発砲しないように告げた。クローフォードとナイトはこれらデラウェア族の数人を知っていた。彼らは、ウィンゲナンドという戦闘指導者の率いるバンドの一部だった。クローフォードとナイトは、捕虜となったが、他の4人の兵士は逃亡した。このうち2人は後に追い詰められて殺され、頭皮を剥がれた。 アメリカ独立戦争の間、インディアンに捕まえられた捕虜は、デトロイトで、イギリス軍に見受けされるか、インディアン部族の中で養子になるか、奴隷にされるか、あるいは単純に殺されるかだった。しかし、グナーデンヒュッテンの虐殺の後、オハイオのインディアンはその手に落ちたアメリカ兵捕虜をすべて、殺すことにしていた。サンダスキー遠征の後で処刑されたアメリカ兵の数は、 分かっていない。それは、捕虜の一人が生き延びて、人に話さない限り、その最後が記録として残されなかったからである。即座に処刑された者もおれば、拷問された後に殺された者もいた。大衆の面前での捕虜の拷問は、東部森林地帯の多くのインディアン部族にとって、伝統的な儀式だった。捕虜は何時間も、場合によっては数日も耐え難い拷問を忍ばなければ、 ならなかったと見られている。イギリスインディアン部は、その影響力を行使して、捕虜の拷問と殺害を止めさせるように動き、いくらかは成功していたが、1782年の、インディアンはまさにグナーデニヒュッテンの報復のために、儀式としての拷問を復活させた。クローフォードとナイトは6月7日にウィンゲナンドのキャンプに連れて行かれた。そこには他に9名の捕虜がいた。 6月11日、キャプテンパイプは、捕虜の顔を黒に塗らせた。これは捕虜を処刑する、伝統的な印だった。捕虜たちは、ティモクテイクリークソイのデラウェア族集落、現在のオハイオ州、クローフォード村に移動した。その道中、4名の捕虜はトマホークで殺され、頭皮を剥がれた。選手たちが停止すると、残っていた7名の捕虜は座らされ、 クローフォードとナイトは他の5名と離れた位置に置かれた。デラウェア族の婦女子が他の5名をトマホークで殺害し、そのうちの一人の首をはねた。少年たちはクローフォードとナイトの目の前で犠牲者の頭皮を剥ぎ、地にまみれた頭皮を叩いた。クローフォード大佐が家計に処された場所にオハイオ州歴史協会が建てた標識。 オハイオ州ワイアンドット郡デラウェア属集落には、アメリカ軍指揮官の処刑を見るために、約100人の男、女及び子供たちが集まっていた。ダンカットとワイアンドット属数人も出席していた。またサイモン・ガーティア、マシュー・エリオットもいた。キャプテン・パイプは、クローフォードを1778年のピット、トリデ条約の時から知っており、群衆に向かって、クローフォードは、 グナーデンヒュッテンの殺害を実行した多くの者たちを指揮している時に捕獲されたと告げた。クローフォード自身は虐殺に関わっていなかったが、キャプテンパイプの遠赤数人が殺された、めめしい攻撃隊には参加していた。キャプテンパイプは明らかにこのことを言っていた。キャプテンパイプの演説後、クローフォードは裸にされて殴られた。その両手は後手に縛られ、 そのままは地上に立つ柱にくくりつけられた。柱から約六いし七ヤードに大きな焚き火がつけられた。インディアンの男たちがクローフォードの体に弾薬を打ち込み、両耳を切り取った。クローフォードは焚き火から持ってきた焚き火で炙られ、熱い石炭を投げつけられ、その上を歩かされた。クローフォードはガーティに射殺してくれるよう懇願したが、 ガーティは干渉することに気が進まず、あるいはそうすることを恐れていた。約2時間の拷問後クローフォードは気絶した。クローフォードの頭皮が剥がされ、一人の女が熱い、石炭をその頭に注ぐと、クローフォードは意識を取り戻した。拷問が続く間、無意識のまま歩き回り始めた。クローフォードがついに死ぬと、その以外は燃やされた。その翌日、 ナイトは処刑されることになっている小児族の集落に連れて行かれた。その途中でナイトは丸太で護衛を打ち倒し、何とか逃げ延びることができた。ナイトは徒歩でペンシルベニアまで戻ることに成功した。7月4日にある漁師たちがナイトを発見した時までに健康を害し、ほとんど明確に話すこともできなかった。漁師たちはナイトをキンと一人でまで連れ帰った。 クローフォードが処刑されたのと同じ日、少なくとも6名のアメリカ兵捕虜が2つのグループに分かれ、マッド川沿いのワパトミカ、現在のオハイオ州ローガン郡にあった小児遺族の集落に連れて行かれた。この捕虜の中には遠征隊の中で第4位の指揮権があったジョン B ・マクレランド少佐、ウィリアム・ハリソン及び、兵卒のウィリアム・クローフォードも含まれていた。6名のうち、マクレランド、 ハリソン、クローフォードを含む4名は顔を黒く塗られた。村人たちは、伝令から、次に来る捕虜たちが2列で来ることを知らされていた。捕虜たちは集会所まで、約300ヤードの距離を、ガントレットの間を走らされた。捕虜たちが走りすぎるとき、村人たちは彼らを混沌で殴り、特に顔を黒く塗られた捕虜に集中した。 顔を黒く塗られた捕虜はトマホークで死ぬまで殴られた、後にその体を切り刻まれた。その頭部と手足は街の外れにある柱の側に積まれた。捕虜の一人、ジョン・スローバーという石膏はマカチャックに連れて行かれたが、家計に処される前に逃亡した。彼は裸のまま馬を盗んでそれが疲れ果てるまで乗り進み、その後は、 足で走って7月10日にピットトリデにたどり着いた。帰還した最後の生き残りだった。クロウフォードの遠征の失敗はアメリカのフロンティアに継承を与え、多くのアメリカ人はインディアンが大胆になって一連の襲撃を新たにするのではないかと恐れた。アメリカにとってそれ以上の敗北はなかったものの、アパラチア山脈より西側にいたアメリカ人にとって1782年は、 流血の都市と呼ばれるようになった。1782年7月13日、民ゴ族の指導者グヤスタが100名のインディアンと、ペンシルベニアのイギリス側志願兵いくらかを引きペンシルベニアのハンナズタウンを破壊し、開拓者9人を殺し、12人を捕虜にした。この戦争の間に、ペンシルベニア西部で、インディアンから受けた、最も深刻な打撃になった。ケンタッキーでは、 アメリカ人が防御を進める中で、コールドウェルと、その同盟インディアンが、大きな攻勢の準備を行っていた。1782年7月、1000名以上のインディアンがワパトミカに集結したが、石膏の報告で、ジョージ・ロジャース・クラークがケンタッキーから、オハイオ領土に侵略する準備をしていることがわかり、遠征は中止された。インディアンの大半は即座にあると思われた。 侵略の情報が嘘だと分かった後に散会したが、コールドウェルは300名のインディアンを率いて、ケンタッキーに入り、8月のブルーリックスの戦いで大きな打撃を与えた。コールドウェルは、ブルーリックスでの勝利の後、アメリカ合衆国とイギリスが和議を行っていたので、作戦を止めるよう命令された。アービン将軍は、最終的に自ら軍を率いて、 おはよう領土に遠征する許可を得ていたが、和平条約の噂が流れて、実行の熱が薄れ、実行されることはなかった。11月、ジョージ・ロジャース・クラークがおはように、最後の攻撃を行い、いくつかの小児族の集落を破壊したが、住人に、大きな被害は出なかった。締結されることになる、和平条約の詳細が1782年遅くに、知らされた。 イギリス軍とインディアンが守ることに成功したオハイオ領土については、イギリスからアメリカ合衆国に割譲されていた。イギリスはこの件についてインディアンに何の相談もしなかったし、条約の中でインディアンたちのことはどこにも触れられていなかった。インディアンにとってアメリカ人開拓者との闘争は北西インディアン戦争で再開されることになったが、 この時は同盟イギリス軍の援助がないままだった。クローフォードの死はアメリカ合衆国の中で広く報道された。クローフォードのインディアンによる敗北と題するこの遠征に関するバラードが人気を呼び長く伝えられた。1783年、ジョン・ナイトによるクローフォードの拷問に関する証言録が出版された。ナイトの証言の編集者、ヒュー・ヘンリー・ブラッケン・リッジは クローフォードの裁判と、グナーデンヒュッテン虐殺に対する報復で、クローフォードが処刑されたという記述をすべて削除した。歴史家のパーカー・ブラウンによれば、ブラック・ケイン・リッジは、インディアンの死期を抑えることで、悪意に満ちた反インディアン、反イギリス情報宣伝の記述を、大衆の注目と愛国心を高めるように、計算されたものに作り上げることができた。ブラック・ケイン・ッジはその序文の中で、 その証言がなぜ出版されるようになったかについて次のように明確にしている。しかしインディアンたちが今も我々のフロンティアで殺人を続けているのでこの証言は我々の政府に彼らを罰し抑えつける有効な手段を取るように働きかけられるかもしれない。これから彼らはインディアンの性格が激しく残酷であることがわかり彼らの根絶が 世界にとって有益であり、実行できた人に栄誉を与えることになるとわかるだろう。ナイトの証言は、彼が意図したようにインディアンに対する人種的反感を増長し、その後の80年間、特にアメリカ人とインディアンの間の暴力的な遭遇がニュースになるたびに再犯を重ねた。アメリカのフロンティの者たちはしばしばインディアンの捕虜を殺したが、大半のアメリカ人は、 インディアンの文化を彼らが拷問を使うために野蛮なものとみなした。クローフォードの死はインディアンを野蛮人とみなす認識を大いに補強することになった。アメリカ人の記憶の中でクローフォードに与えられた拷問の詳細はグナーデンヒュッテン虐殺のようなアメリカ人の行った残虐行為を隠してしまった。残虐なインディアンのイメージが共有されるものとなり、 コーンズトークやホワイトアイズのような和平を進めたインディアン指導者たちの努力は忘れられるしかなかった。ありがとうございます。